はい、こんにちは、としです。と最近ですね、動画で喋ってないので、今日はちょっと喋っていこうかなと思います。よろしくお願いします。はい、で、まあ、結構もう今日は楽な感じでやっていくんで、まあ、酒でも飲みながら見てやってください。今回はですね、液肥についての回になります。と皆さん、液肥は使ってますか？まあ、使ってる人がほとんどだと思うんですけど、液肥ってまあいろんなメーカーからいろんな種類のものが販売されていて、まあ僕も結構使ってるんですけど、基本は ADA のグリーンブライティシリーズを使っています。ミネラル、ニトロ、アイアン、あとはもう消費量の最も多いカリウムはもう今は自作をして使っています。まあ、精製水と炭酸カリウムを混ぜてできるあれですね。低コストで作れるっていうのもあって、このカリウム溶液を自作している方も結構多いんじゃないでしょうか。ただこの炭酸カリウムを使用した液肥っていうのは強アルカリ性なので、毎日添加していると炭酸塩硬度っていうのを上げて水槽の水をアルカリに傾けてしまうんですね。で、まあ、硫黄石みたいな硬度を上げてしまうような素材がたくさん入っている水槽とか、弱酸性を好む水草がたくさん入っている水槽ではアルカリ性に傾くことで水草の光合成量が減って、でカリウムの吸収率が減るなんてことも結構あるので、まあ、個人的にはちょっと濃度にもよるんですけど、まあ、難しい、扱いが難しい部類の液肥になってくるんじゃないかなと思ってます。では水質に影響を与えないADA のニュートラル K を使えばいいんですけど、まあ、消費量も多ければ毎月のように買うのも結構しんどくなってきたりするんですよね。ということで、まあ、今回はニュートラル K のような水質に影響を与えないカリウム主体の液肥っていうのを自作していこうかなと思います。でちなみに今回液肥を自作するにあたって、水草動画さんの動画で紹介されていた方法で今回作っていこうかなと思います。で水草動画さんなんですけど、まあもう僕が水草レイアウトを始めた頃から、水槽を始めた頃からよく見ているチャンネルなんですけど、かなり細かいところまで分析もされていて、非常にためになる動画がたくさんあるので、まだ見たことないっていう人はですね、ぜひ水草動画さんのチャンネルをチェックしてみてください。はい、ではまず使用する材料なんですけど、硫酸カリウムをまず使用します。で僕が今回買ったのは硫酸カリ51っていうもので、卵屋商店さんでネットで購入しました。と水耕栽培用の水溶性カリウムですね。水に溶けるタイプの粉末状のカリウムです。価格は 800g で450円でした。はい、ちょっと注意なんですけど、まあ、僕ちょっと間違えてこっちのカリウムを、硫酸カリウムを最初に買ってしまったんですね。これは粒状のタイプのもので水に溶けにくいので、硫酸カリウムの水溶液を作る場合はこちらの、卵屋商店さんで販売されているものを使うことをお勧めします。はい、まあ、概要欄にもリンクの方を貼っておきますんで、気になる方はチェックしてみてください。はい、次に精製水ですね。もうこれは、ドラッグストアに行けば大体ありますよね。 500ml で200円ぐらいですかね。はい、使用する材料はこれだけです。あとはまあ1リットルか 1.5 リットルのペットボトル、これは硫酸カリウムと精製水を混ぜるときに使うので、まあ、使い終わったものをすすいで用意しておきます。あとはこういうロートですね。ロートがあると便利ですね。はい、じゃあ作っていきましょう。せい。はい、今回は 500ml のカリウム溶液を作ろうと思っているので、この 500ml の精製水に対して硫酸カリウムを 20g 混ぜれば完成です。濃度は 4% になります。で一般的な自作カリウム溶液の濃度っていうのはだいたい 10% ぐらいで知られているんですけど、今回は水草動画チャンネルさんの例に倣って 4% で作っていきます。
まあ、個人的にもこれぐらいの濃度が一番扱いやすいんじゃないかなとは思ってるんですけどね。はい、はい、じゃあ 20g 入れていきます。はい、20g 計量できたので精製水と混ぜていきます。はい、じゃあ硫酸カリウムを 20g、ペットボトルの中に入れていきます。そしたら精製水を 500ml 入れます。そしたらバッグを閉めて入れます。炭酸カリウムを作るときと違って発熱はしないですね。多分してないと思います。OK、 できました。こんだけです。はい、ということでできましたね。もう簡単でした。混ぜるだけです。あとはもう好きな容器に入れて、使うだけなんですけど、僕はADA のニュートラル系の容器に入れてみました。ワンプッシュ 1ml なんで分かりやすいんで、まあこれ結構使ってる人多いんじゃないかなと思います。あとは、まあ、どの水槽に何プッシュ添加するのかとか、毎日添加するのかそうでないのかっていうのは、まあ、結構その水槽の個々の水槽の状態によっても結構何とも言えないところなので、まあ、ちょっと今回はそういうのは省いてしまうんですけど、まあ、またおいおいそういう動画もやってみたいですね。はい、あと今回は消化しなかったんですけど、硫酸カリウムじゃなくて炭酸カリウム、これなんですけど、炭酸カリウムを使って、自作するカリウム溶液とか、あとはADA でいうアイアン、鉄ですね。鉄もこうやって作ることができます。あとミネラルも作れるんで、またそういう動画も、アップできたらなと思ってます。はい、ということで今回は水質に影響を与えない、硫酸カリウムを使用したカリウム水溶液の作り方っていうのを、やってみました。1本200円ぐらいで作れるんでね。非常にいいんじゃないでしょうか。あとは、まあ、今回作ったこの液肥がどんな感じなのかっていうのはまた追って、動画にできたらいいなと思います。はい、ということで硫酸カリウムを使用した液肥を、今回作ってみました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。またね。Yeah.